本日は服用関連のスレ2本立てです。1本目にご紹介するスレッドはこちら。服用を始めたいんだがおすすめある？手軽に服用を始めたい一致に、スレ民たちがおすすめ服用を提案していきます。服用に興味がある方はぜひご覧ください。それでは見ていきましょう。SNS アフィリエイト、転売、背取り、輸入販売、動画編集者。いろいろあるけど手堅く儲けられるかのない？後々は仕事辞めて服用を本業にしたい。デリヘルの送迎。それは若干アウト寄りじゃない？さすがに親や彼女に言えない仕事はしたくない。基本だと往診の医者の送迎とか、巡回ルートで医療関係の荷物配達とかもあるぞ。やったことないから詳細知らんけど。俺も興味ある。どこで仕事取るの？話半分で聞いてな。そういうのの大半はネットに公募してない。アルバイトとはいえ、即案行って即案だけに母数かけたアルバイト見るか手書きの壁新聞なんて例も多し。もしくは実名で登録したアプリの実績上げて地元の信用上げてくか。口コミ紹介ももしかしたらあるかも。ブラック労働環境な俺には時間的に厳しそう。ちょっとすれ違ったな。隙間なら深夜の接客用鉄板なんじゃないのか？コンビニ居酒屋カラオケとセトラ。あんまりがっつりダブルワーク的なことはしたくないんだよな。過去にそれで体に壊したし、スマートな服用を求めてたんだが、やっぱり内職というかネットで完結する系はおすすめされないのね。さすがにそろそろ雇われ人生を終わりたい。猫 YouTuber。動物系の動画、買ってないんだよな。ラーメン屋さん。荷物の仕分け。アマゾンの梱包。それってがっつり雇用される系じゃない？兼用禁止だからなるべく自宅でできるやつがいい。パン屋さんでもいいな。絵描き。絵か。これ系の世界ってガキの頃から絵を描いてるやつらが儲けられす埋もれてる世界じゃない？ガキの頃から描いててもゴミみたいな俺みたいなやつもいるし、大人になって描き始めて売れっ子になるやつもいる。練習時間イコールうまさ。ではあるけど、うまさイコール魅力人気、ではない。なるほどね。まずは趣味の範囲でやってみようかな。ネット系は何やったっけ結局競争になって需要なくなる気がしてるわ。だったら配達とかが手堅い気がする。正直ネットで完結できる系が理想。Uber Eats。手堅く稼げないからみんな副業としてやってるんだよ。本業で手堅く稼いで副業はお小遣い。本業が結構ブラックなのよね。このままだと体壊しそう。禁止なのかよ。服用禁止ならたとえ転売だろうと年20万以上稼いだらバレるぞ。バレたらそん時はそん時かな。辞めるきっかけになるし。家業の手伝いで小遣いもらってるって言えば会社はそれ以上調べようがないぞ。なるほど。そういう言い訳もあるか。趣味の範囲で、自宅でネットを使って、手堅くラーメン屋さんをやろう。ラーメン屋はさすがに茨の道だし副業でやるもんじゃないな。独立するにしても飲食だけはアウトってのは俺でも知ってる。薄利多売の世界でライバル多い。じゃあ、花屋さんだな。ルート配達ってのもあるけど、125cc のバイク向こうが容易乗れるの前提で、しかも山道国市内の前提なんてのも多いらしい。運ぶものは意外に軽いけど責任重大みたいな。それやりたい。バイクで走ってお金もらえるなんて夢じゃん。そもそも今の本業は何系なの？普通の会社員だよ。資格とかもあるけど他所では使えないやつ。AIS。収益化する手段ほとんどないじゃん。ファンボックスもファンティアも DL サイトもみんな AI 禁止だぞ。マジレスすると下手な副業なんかより残業増やすとか転職するとかで本業の収入増やすことを目指す方がずっと確実。なら転職かな。雇われ辞めたいのに手堅く行きたいは無理あるくね。正直、どの副業するかある程度目星はつけてるわ。ただ技術が必要なやつだから他にいいのないか聞きたかったのよね。講習とかで10から20万とか必要になるからビビってる。ほとんどたまらないポイ活。YouTuber の切り抜き師。最近は YouTuber 側から公式切り抜き師を募集してることもある。切り抜きも考えたことあるなぁ。収益の何パーセントかを公式に上げれば認可するとこ多いよね。特に V 界隈。古い話してんなぁ。
お、最近の服用事情に詳しいに聞いたか？おすすめ教えてくれ。イベントコンパニオンら楽。東方、男性でございます。SNS マーケティング。ゲームアカウント販売。これで月3万。家から出なくてよいよ。2本目のスレはこちらになります。なんか金になる趣味教えてくれへん？頼むわ。何の趣味あるねんお前は。写真なら素材として売れるかもしれんぞ。車に輪車チャリメンテ。楽しいなな。金稼ぎさん。くらいの割合でないやろか？株主優待集め。川細工。趣味やってんのを YouTube で垂れ流してみれば？収益化のハードル結構高いらしいけど。お前、頭いい。採用。趣味の炎上とか言う割に趣味の話してないやん。作曲。プログラミング。絵描き。仕事を趣味にしたらええ。虫取り視聴者も稼げるな。俺はノートに情報載せて年間40万くらい稼いでる。趣味が勉強やプログラミングならそのまま金稼げるよね。一致の頭の程度によるんやからなんとも言えないよね。ギター侍。趣味動画撮って配信するわ。は YouTube やってるけど2年で登録者2000人やから諦めたわ疲れた。1000人超えたら収益化できるんやろ？もったいないやん。言うて月累計3万再生で3000円とかの世界やから厳しいで。収益化は登録者1000人と累計再生時間4000時間いるしな。本当に？どのくらい時間、予算かけてるかによるけど2000人って普通にすごいやん。週一更新やけど最近はやる気なくしててまだ累計100本も動画出せてない。海で石拾い。メルカリ。パチスロ。ワイリーマンやけど月10万くらいは浮く。今ならプーターとかもあり。あとは自転車やバイクに GoPro つけながら Uber をやる。車載動画を YouTube に。これでええやろ。これも受かるの？知らん。ワイはアイディアを出しただけに過ぎない。答えが知りたきゃ自分で試すんやで。いかがだったでしょうか？いろいろな副業がありますが、まずやってみることが大事そうですね。皆さんの感想もコメント欄で書いてもらえたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。これからも金融系の役に立つスレを取り上げていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。